ちは、まさよの494です。今回はまさりごとの59個とめをやっていきたいと思います。多分ね、2週間くらい空いてると思うんですが、忙しかったのでっていうやつです。はい、今回はですね、足の親指の話はしたかな。あの爪がすごい剥がれそうな状態になってて、なんて言えばいいんだろう、半分ぐらいなんか取れかかってる感じ、見せられないのがあれなんだけど見せた方が簡単かなと思うんだけど、だからね、なんかなんつうんだろう、爪があります。足の親指だとしてあって、ここの半分ぐらいまでなんか剥がれそうな感じになってて、ただもうこういう状態じゃなくて、まだぺったんこな状態で剥がれそうになってて、この剥がれそうな爪の下の新しい爪が半分ぐらい生えてる感じで、なんか剥がれそうってか引っかかるんで、ここの部分が、端が。だからたまに靴下脱ぐ瞬間とか、あと布団の掛け布団の上の部分で網状になってるやつとか、それのところに引っかかる時がたまにあって、最初そんなことが起こるとは知らなかったからさ、思いっきりなんか引っかかった状態で立ったりとかさしてたらさ、剥がれそうになってさ、すんげえ痛かったっていう。いやだから、注意しないとっていうね。本当に痛いね、マジで痛かったから、普通に。次ね、なんか半年ぐらいで生え変わるって言ってたので、5月に血の目ができたから、6ヶ月11月ぐらいに治るのかな、11月前後かかる。まあでも半分ぐらい来てるんで、あれが真ん中なったことがある人は分かるかもしれないけど、足の爪が剥がれるとかそういうのって初めてなことだったので、わかんないから不安でしょうがないっていう、まあ無視してるけど、あとなんだっけ、巻き爪とかの人とかってちょっとかわいそうだよね。食い込む状態、俺もちょっと食い込む時あるんだけど、あれね、なんか画像とかでこの爪のことについて見てたら、たまたま巻き爪の人の画像とかもあって、すげえ痛そうです。なんつうの、超絶巻き爪の人ってすげえ食い込みすぎて毎日痛くて手術しないとちょっとダメみたいな。かわいそうだね。巻き爪だってさ、後残るしね、なんかずっと食い込んでるし、手術とかもちょっとグロいよね。なんか爪をカットして、その食い込ん手術したいぐらいの人だから、すごい食い込んでるから。黒かったです。はい、ということで、生爪がもうそろそろ剥がれそうだよっていう画像じゃない動画でした。はい、まさりごと59言葉ですね。はい、まあ、定期的に1週間に1回か2週間に1回ぐらいのペースでやってますが、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。